ニューヨークエアブレーキはニューヨーク州ウォータータウンに本社を置きアメリカ鉄道協会に関連した鉄道事業者に空気ブレーキや列車制御システムを100年以上にわたり供給している企業である。ニューヨークエアブレーキはイームズバキュームブレーキカンパニーの資産とビジネスを買収して1890年7月1日に設立された。イームズ社は1876年から 真空ブレーキの製造で成功していた会社であった。新しい会社は1893年にアメリカのすべての鉄道車両に標準化されたブレーキ装置の設置を義務付けた法律を受けて活気ついていたブレーキ市場にちょうど間に合うように BB 島と近くの海岸に0の新しい建物を建設した。1902年にニューヨークエアブレーキはニューヨーク州 ウォータータウンで268エーカーのプール農場を買収し、今日の所在地への移転を始めた。新工場は製造企業にとってのモデルとなるよう計画されており、1000名の従業員に対して住居、職場、娯楽を提供するようになっていた。しかしながら、従業員は職場の隣に住もうとせず、この計画は破棄された。1903年に、 新しい鋳造工場が新工場で最初の稼働を開始した。この頃ニューヨークエアブレーキにとっての主要な競合相手は機関車向けブレーキの販売で優位にあったウェスティングハウスエアブレーキであった。ウェスティングハウスが優位であったにもかかわらず、アメリカの鉄道会社は2つのブレーキ装置、納入業者を維持し続けることを好んだ。グレート ノーザン鉄道を建設したジェームズ・ジェローム・ヒルとニューヨーク・セントラル鉄道は特にニューヨークエアブレーキの技術を支持していた。1912年ニューヨークエアブレーキとウェスティングハウスは研究開発と並んで市場を分割することで合意した。ニューヨークエアブレーキはブレーキ市場で25%のシェアを占め1914年までに売上は年300万ドルまで上昇した。 1915年になると、ニューヨークエアブレーキは、真空ブレーキの製造設備を第一次、世界大戦向けに振り向けた。1915年時点で年間470万ドルであった売り上げは、1916年には2400万ドルへと増加した。1918年までには、会社は、馬筆権員の大砲の製造など、軍需関連の製造で7000人を雇うように、 なっていた。対戦後、さらに成長しつつある、貨物鉄道事業に向けて、新しいブレーキシステムの開発が必要であると考えられた。ニューヨークエアブレーキの技術者は後に、AB ブレーキとして知られるようになるブレーキの開発を行った。1930年代中頃、AB ブレーキが後半に装備されつつあるのと、同時期に、近代的な高速機関車、 旅客列車向けの電磁自動空気ブレーキが開発され、ウォータータウン工場で生産された。対戦後の売り上げ急減を受けて、ニューヨークエアブレーキは新しい市場を模索した。1919年に会社はスリーポイントトラックを開発して売り込んだ。このトラックは15フィートのホイールベースで、全長は19フィートあり、時長は8100ポンド、 三トンから六トンの搭載量があった。しかしこれは成功を収められなかった。1925年、新しい経営陣はガーリンガー油圧材木運搬機を導入することにより自動車産業への再参入を発表した。この運搬機はエンジンと運転席の上に材木ラックを搭載していた。しかしこのプロジェクトもすぐに消え去った。 ウェスティングハウスエアブレーキ製のバルブを制御するためのニューヨークエアブレーキ製のケージウェスティングハウスとニューヨークエアブレーキは1929年に古くなった軽ブレーキの更新のための開発を開始した。世界恐慌により新しいブレーキの開発は遅れたが、しかし中止されることはなく、1932年4月に ニューヨークエアブレーキは世界最大の200両分の試験線の建設を開始した。1934年にはアメリカ鉄道協会が新しい複合 AB ブレーキの採用を投票した。強行にもかかわらず会社は300人の雇用を大半はパートタイムながら維持した。第二次世界大戦によりニューヨークエアブレーキは再び アメリカが死臭国の軍備のための生産を開始した。戦争の終わりまでに M4 中戦車の車体、対空砲弾、航空機用自動操縦装置、銃の自動閉鎖機構、戦闘機用油圧ポンプなどの製造を行い、1944年終わりまでに5000人を超える軍需品生産従業員を抱えていた。対戦の終わりまでにニューヨークエアブレーキは、 製品ラインナップを航空機用油圧ポンプにまで拡張していた。1949年に会社は油圧関連の装備の会社でゆドコ車を買収してさらに市場シェアを広げた。この結果、1950年の年商1800万ドルから1957年には年商4500万ドルへ跳ね上がった。1967年6月15日。 ニューヨークエアブレーキはゼネラルシグナル社と合併した。1980年、連邦議会はスタガーズ鉄道法を可決し、鉄道産業の規制緩和を行った。この結果、鉄道車両の所有に対する減税が廃止され、新しい車両の発注とそれに伴うブレーキの発注は、 1979年の9万6000両から1983年の5800両へ急減した。1982年11月、この南極を乗り切るために数度の従業員解雇を行った。その頃、ニューヨークエアブレーキはニューヨーク州との交渉により、ニューヨーク市地下鉄での試験ができることになった。ニューヨークエアブレーキは1両に1セットのブレーキを装備することを許可された。 特に支障がなく1年が経過し、ニューヨークエアブレーキはニューヨークの交通網に対してブレーキシステムを供給する2500万ドルの契約を獲得した。これは通勤路線に対してブレーキを供給することの始まりであった。1990年にニューヨークエアブレーキの大量輸送システム部門がクノールブレーキとして設立されメリーランド州ウェストミンスターに移転するまで、 ニューヨーク市地下鉄の車両の半数以上に1億ドル相当の装備品を納入した。1991年1月2日、クノールブレムゼがニューヨークエアブレーキの鉄道用ブレーキ事業をゼネラルシグナルから買収したが、ストラトパワー、ダイナパワーは買収しなかった。クノールブレムゼは鉄道とトラック用のブレーキシステムで世界トップである。1993年終わりまでに ポペットバルブを特徴とするクノールブレムゼの DP-60 空気ブレーキを選んで、ウェスティングハウス式空気ブレーキの製造を終了した。事業を一つの建屋に統合するにあたり、税金の減免と州の補助金により、ウォータータウンに会社が残ることになった。買収以来、ニューヨークエアブレーキは、クノールブレムゼの参加で、来た。 アメリカで最も技術的に進んだ鉄道ブレーキを生産する設備として近代化された。2006年現在、ニューヨークエアブレーキの事業は、テキサス州フォートワースのトレインダイナミックシステムズ、カナダオンタリオ州キングストンのクノールブレーキリミテッド、アーカンソー州、リトルロックとミズーリ州カンザスシティリバーサイドにある2つのサービスセンターなどでも行われている。 l c o m e t o s k r a i l m u s u m o r g コンタクトアス2008年10月3日閲覧。ありがとうございます。